どうもなおちんです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、アップデート来ましたね。で、新しい二つ名のモンスターが出るようになってます。ライゼとディノバルトだね。とりあえずゲットしてきたので、どんな感じか開けてみましょう。これとこれかな、確かね。で、これがノーマルのライゼじゃないかな。開けてみます。ディノバルドのあれだね、二つ名の卵かっこいいね。レイヤで、グラビで、次だ、ディノバルドは非属性防御ボマー中か。あ、なるほどね、こういう感じですか。はい。で、ライゼ、ラギア、まあ、ここら辺にね、雷属性攻撃強化がついてるんで、ここら辺をそのまんまライゼの方に移していけばいいかな。あ、これもついてるかな、特だね。 OK、 いい感じ、いい感じ。はい、来た、かっこいいなー。こっちにも特がついてるんで、そのまんま、攻撃強化特はいけそうだ。あ、絆技強化か。いやー、ちょっと微妙かな。はい、ゲットしました。ちょっとオトモン管理で見ていきます。どんな感じだろうね、どういう感じでしょう。結構多いな結構多い。まあ、そりゃそうか。あったあった。まあまあまあ、結構強化はいけそうだね。うん、ボマーと非属性強化をちょっと多めに入れて、うん、耐性系も入れて良さそうだね。はい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 。素早さよ、問題は。12。で、ディノバルドが11。まあまあ、とりあえずちょっと上げてみてもいいかもしれませんね。じゃあ次、装備。どれだどれ、あ、これだ。はい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 。爆破属性の剣だね。回心率も 8% と悪くない。あ、ただ、そうかそうかそうか。攻撃力がちょっと低め。うん。爆破属性がついて回心率高め。だけども、攻撃力が低めっていうやつ。そうかそうか。ああ、全体的にディノバルドのやつは爆破属性がついて攻撃力が低め。に設定されてるみたいです。うん。で、ライゼの方は、攻撃力はね、うん、そのまんま、普通の最強のやつと同じ攻撃力を持って、属性が雷。今まで雷ってなかったっけ？あ、強いやつで雷は麒麟か。はいはいはい。キリンと、ああ、そうか。ラージャンのやつもあるよね。うん。まあまあ、見た目で選んでもいいんじゃないですか？この武器に関しては。で、防具だね。一番重要なのは本当に防具。ディノバルドの防具のスキルは何がついてんの？根性、ボマー、火事場力。ちょっと使い方が難しいかもしんないな。根性は悪くないよ。根性は全然すごくいいやつだけども、火事場力か。ちょっと使い方が難しそう。これ、ボマーがついてでもね、爆弾が、対戦の時はそこまで威力を発揮してくれないんで、じゃあ、ボマー台がついてるから、ボマー特をお守りで入れれば、
いいのかな。それに、アイテム消費のやつを入れてもいいかな。どうだろうね。で、そして、ライゼの方。あ、間違えた、間違えた。あ、間違えた。ライゼの方は、魂の絆。いいね。絆の徳。はいはいはい。タイマン大好きか。と、相棒大。うん。魂の絆と相棒大は俺結構好きよ。でも、タイマンか。うん。今まで魂の絆、入ってるのって、確かライダーと、クルペッコのやつだもんね。うん。それに新しく、ライゼの装備が入ってきたということか。ああ、ライダー装備に、まあ、若干似てるようなところはあるね。うん。ライダー装備は、絆技強化特がついてるんで。ああ、でも悪くなさそう。魂の絆特。これは使えそうだね。やっぱり、対戦の時に、絆のゲージがめちゃくちゃ溜まるっていうのは強い。うん。弱点が氷。いやー、これはまずいか。弱点氷まずいな。そうだね。雷使ってくるやつも多いけど、麻痺狙いのやつもね。でも、アイシクル使ってくるやつの方が多いんで、氷弱点は厳しそうだな。に比べてこっちの方は水弱点。水技ってほぼほぼ見ないんで、うん、弱点の方を見るとこっちは優秀だね。そうね、これ弱点がちょっと気になるところです。悪くはない。スキルはすごく悪くないと思います。あ、マムタロトもあった。水属性だ。水属性の攻撃。あ、珍しいね。珍しい。武器は水属性。で、防具の方が、あ、あった、マムガイラ。懐かしいな。このマントみたいなの。つけてた、つけてた。で、スキルが体力増強大、絆大、KO 術。どうなんだ？実際 KO 術ってね、使ったことはないんですよね。でも、スタンさせる。いいのかな？まあ、魂の絆はいいとしましょう。うん、体力増強も悪くなし、なんで、あれだけど。どうなんだろうね。まあまあ、こういうスキルになってました。はい、ということで、今日はアップデートで新しく出ました二つなモンスター、ディノワルドとライゼクス、ゲットしてみました。もうモンスターとしては多分強い。間違いなく強いと思うんだけども、防具武器がまだね、出始めでよくわからない。うん、実際装備して使ってみて、いい悪いかはちょっと判断していきたいと思います。はい。まあ、とりあえず今日8月5日からですね、アップデートでマムタロト、そして二つ名のディノワルド、ライゼクス倒せるようになりました。やってみてください。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。